はい、どうも、ことです。今日はね、やばい T シャツ屋さんのハッピーウェディング前ソング前ソングですかね前ソングですねの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングで、BPM が183ですね。多分嫌味っていうことなんですかね、わかんないですけど。はい、じゃあ早速解説いきたいとこなんですけど、ちょっと私事の宣伝してもいいですか。最近ね、ちょっとボカロソングを作り始めて、っていうのも、作曲の勉強と、あとミックスマスタリングですね、その勉強をちょっとしたくていろいろやってるんですけど、はい、で、せっかく作ったんで、どうせならネットにアップしていこうかなって思ってます。で、今回下の概要欄にリンク貼ってるんで、よかったら聞いてみてください。一応ね、サブチャンネルに今後上げていくと思うんで、よかったらそっちの方もチャンネル登録お願いしますって感じかな。はい、多分ね、この僕の動画見てる人なら結構好きな感じの楽曲にはなってると思うんですけど、ポストハードコアとかではないですけど、はい、はい、じゃあちょっと早速やっていきます。はい、もうザ・大阪ソングって感じでいいですね。なんかちょっと懐かしいです。じゃあ早速ちょっとイントロやっていきます。もう下にコード出すんで、はい、特に気をつけるとこ、難しかったら全然パワーコードでもいいと思います。途中ちょっと半音ずつ上がる場所があるんで、そこぐらいですかね。じゃ次 A メロいきます。はい、ここの部分なんですけども、最初のブリッジミュートですかね。この手の主頭の部分をこのブリッジに乗せて、弾く感じですね。で、このブリッジミュートとで、つけずに普通に弾くやり方を混ぜる感じですね。はい、極端にやると、って感じですね。はい、で、その続きは、イントロと一緒ですね。また半音上昇のパターンです。多分オンコードではないと思うんですけど、普通にそのまま半音でいいと思います。じゃあ次 B メロいきます。はい、そうですね、コード進行さえ覚えれば、意外とサクッといけると思います。で、最後サビなんですけど、入りがちょっとうっだーんって、って感じで入るんで、
まあこんな感じで途中にオクターブ奏法が入るぐらいですかね。はい、多分比較的ねすぐ覚えれると思うんで、ぜひチャレンジしてみてください。でそのオープニングでも言ったんですけど、まあ、ちょっとボカロを作りたいっていうのもあるんで、またちょっと更新頻度は下がるかもしれないですけど、ボカロで取り返します。なんでよかったらあの概要欄あるんで、ぜひチェックしてみてください。よかったらグッドボタン押してくれたらとても励みになるんで、本当によろしくお願いします。ニコ動にも貼るかな、まあ多分、まあボカロといえばニコ動なんで、まあそっちにも貼ると思うんですけど、まあやっぱり僕的には YouTube の方が好きなんで、まあできればこっちで盛り上がってほしいですね。はい、まあてな感じで、よかったらあの概要欄に Twitter とかも貼ってるんで、ぜひフォローお願いします。最後にこのチャンネルも登録お願いします。ではまた。